今カリブーの話ずっとしてましたけど、俺もまあ黒ひげの子なんじゃないかと思ってんすけど、カリブーが情報を得たのまま魚人島編終わりじゃないですか。プルトン、ウラヌス、ポセイドンっていう3つの古代兵器があることが判明した、ロビンとネプチューンの話を盗み聞きしていたのがカリブーでございましたと。このチャンネルではおなじみなんですが、そういうこう分かりやすい過去編のリンクみたいなのが出た時に、その後じゃあ魚人島編ってどうなっていったんだっていうのがこっちにこうリンクされる可能性がある。全部がリンクされるわけではないですけど、それでその先の展開を当てることもあるしっていうところで言うと、今注目すべきはこの魚人島編の後カリブーがポセイドンの情報を得た後どうなっていったかっていう、そこに注目するのが結構熱いところっていう、っていう意味で魚人島編終わりを確認すると、まあ653話ヒーローの帽子ですよ。なんかこれとかも意味深だな、今考えていくと。ここにあえてヒーローの帽子が来るっていうところで、まあ麦わらのルフィがね、魚人島を滅ぼすなんてあんな恐ろしい未来見たくなかった、今回の占いが外れたのならそれが一番嬉しいけど、マダムシャーリーの予言、ここが改めて強調されていったみたいなね。この伏線はお預けになったままなんですけど、まあこれワノ国で結構対応してるよね。その開国がお預けになっているっていう、プルトンの発動がお預けになっているっていうところで言うと、リンクとして綺麗なんだったら、やっぱりこの攻撃、魚人島を滅ぼすマダムシャーリーの予言を回収するのはやっぱりプルトンの攻撃なんじゃないかっていうのが、なんか可能性ちょっと上がるのかなみたいな。リンクとして言ってんだったらここで繋がってるっていうことですよね。で、まあ、ルフィ様もう行ってしまわれるのですかっていう、まさに出航みたいなところになりますが、この先のストーリー、これ何って言って、ナミが魚人島でもらったのが、3つのログポースがついているこの時計だよね。で、新世界で使うログポースっていうことで、魚人島民からもらうと。3つの針のうちどこに行くかっていうのが初めて出たのが、そのカリブーがポセイドンの情報を聞いたその後出航するっていうところで、これが初めて出たっていう。これもリンクと言っていいんだよね、多分ね。たった一本の指針で後悔しようとは叶わんわ。指針が3つもある。なんでグランドライン前半の海で使ってきたログポースを覗いてみようと。もうログは溜まったと思っていたら少しずつ動いている。溜まっておるとも、ここからのログは半日で溜まる。こういう説明がねずっとあると。グランドラインは次の島から出る時期をログポースに記憶させ、それを頼りに後悔をしてきたはず。しかしこの先後半の海は海流気候に加え、今まで唯一信頼できた時期までもが変動する島があると。航海中完全に時期を失うものさえあるのだ。そんなんじゃ島にたどり着けない。一本の指針ならばそれでそうなんだ。しかし三本ある方はどこだ。一本はこっちのログポストと同じようにずれてるけど、他の二本は安定しているみたい。でも完全にこの三つの指針が指す新しい新世界用のログポストの使い方と、新世界の設定、時期までもが変動しちゃう島もあるっていう設定の説明、ここで例えとして説明されている3本の指針はそれぞれ別々の島の時期を記憶する。つまり進路は3本の航路の中から己の勘で選び進むことができるのだ。選び方が命の分かれ目とも言えるって言って、例えとしてその3つのログポースが、1個はデスって書かれたドクロがある島で、1個は雪がブワって降ってる島で、もう1個はなんかハワイ的な植物がある、なんか太陽が照ってるような島。つまりはこの中から己の勘で選びなさいみたいな、そんな説明があるんだよね。でも今回のあれともう全く一緒じゃん、3つのうちどこ行くみたいなね。これ文言とかなんか一言でも全くビタリ一緒のセリフとかねあったりするとかなりリンク率っていうのは上がるんですけど、あーでもその真ん中のすげえ針が揺れてる島面白そうだ。だから真ん中を選択するルフィっていうことで言うと、まあそこも同じっていうね。必ず来るぜ俺の心のオールブルー。いやここでオールブルーっていう言葉があるのも熱い。でまあ約束をっつって白星とは別れてバイバイする。この恩忘れるなっていうのがある。ねえ、父ちゃん父ちゃん、麦わら帽子買ってよ。ヒーローごっこするんだよ。麦わら帽子は地上にしか売ってないぞ。じゃあ地上で買って。バカ言え。地上には魚人嫌いの恐ろしい人間が。いや、そういうやつもたまにはいるんだな。もちろん麦わらみてえな強くていいやつもいるし。あのヒーロー帽。だから麦わら帽子のことをヒーロー帽子とかっていうのがここで描かれている。うわ、なんか麦わら帽子に関するエピソード来んのかとかね。いや、だからここでもうゾワッとするよ。これもう、読んでくださいよ、これ。ヒーローの帽子を653話。それなんだフランキー、浮力の高いこのクーイゴスの木片で船体を溶かすんだ。海に出す個数でスピードを消費する。どうしたルフィ、ここ登ったらよ、皆さんご注目、シャンクスのいる海だ。あいてえなーだよここに。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。これ思い出してるからね、ここでこのシーン。で、お前なら必ずやれる。俺の弟だ。エースのセリフ。確認せい。お前にまだ残ってるものは何だ。頂点まで行ってこいとか、レイリーとか全員思い出す。その最後の海を人はもう一つの名前でこう呼ぶんです。次の時代を切り抜く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。この海底を抜けたら世界最強の海だ。行くぞ、野郎ども。新世界へ。っていうね。
リンクしてくるんじゃないですか、これ。この出航。3つの指針を説明しているのもそうだし、ハンクスをここでルフィが思い出しているのもそうだし、麦わら帽子にね、フォーカスが当たってんのもそうだし、マダムシャーリーの予言がもう一度ご記憶くださいますように的な感じで、魚人島を滅ぼすあの予言のことをもう一回説明しているのもそうだし。で、この次なんだよな、次の654話。こっからパンクハザードに行くんすけど、ホワイトストロームがあって、巨大な白い渦巻き。この渦に捕まった船は後日信じられないほど遠い海で船だけ発見されるそうよ。船なのに全員死んでるよな、それ。おい、逃げよう。船が信じられねえほど遠い海へ。じゃあ、あれは夢のワープゾーン。違うわ。っていうのとかも。これ匂わせてねえか、これ小田先生とかね。そしてホワイトストロームに飲み込まれる一行ですが、クジラにぶつかりますと、アイランドクジラの群れにね。クジラといえば、まあクジラたちも喜んでいるようにもつながるし、二人の王にもつながるし、この先でクジラにフォーカスが当たる物語が来るのか、アイランドクジラの群れとまた遭遇するのかとか、よく言うんすけど、ルフィたちがパンクハザードに行ったのって、この、まさにこのシーンなんですよね。ホワイトストロームに飲み込まれるんすけど、アイランドクジラの群れが救ってくれて、で、わありがとうっつってビンクスの酒を歌って嬉しそうにしてるクジラたちがいて、ザッサーンっつって海の上に出てきてパンクハザードに着くっていう流れなんですよね。で、その3つの島を新世界用のログポースは指してました。で、その中で一番動きが多かった島に向かおうとしてました。ただその道中でホワイトストロームに飲み込まれ、アイランドクジラの群れに誘われるように、その3つの島のどこでもないパンクハザードっていう島に多分連れてかれたと俺は思ってんすよね、ここで。だからこそルフィたちが桃之助と会ったこと、キンエモンと会ったことっていうのは偶然じゃないんですよ。偶然会ったんじゃなくて、ジョイボーイとかニカとか、まあナミのことを知ってたのか、まあわかんないですけど、クジラたちはそれを認識して合わせたと。桃之助に、桃之助がパンクハザードで捕まってるとかっていうのも認識しているとしたら、それを誘うかのようにパンクハザードに向かわせた運命なんですよね、これ。偶然じゃなくて。で、そこで出会った桃之助とルフィは、その後いろいろな大冒険を経て、ワノ国の今の1056話にこう繋がってきたっていう。ここで出会うのが、偶然その3つの針じゃないところにいて、そこに桃之助がいるって、これ偶然だったら嫌だよっていう。で、言うなら、ならば、ワノ国を出航したこの後に、この3つの島が何の島かは、まあ、まだわかんないですけど、まるで運命かのように、もしかしたら、パンクハザードの例のように、その針が示している3つの島ではないところに、クジラに誘われたらもう確定だよね。ただ、まあ、そんなわかりやすいオマージュをね、小田先生がしてきそうにないんで、ただ、クジラ関連の匂わせとかなんかがあったら、やっぱりこの物語が運命なんだとか、クジラにご注目と。1057話。いやー、暑いな。マジで。マジで暑い。今回の件で全く関係ないのですが、ナミが人魚ではないかと思ってるのですが、モッチー先生はどう思いますか？ナミが人魚説は、まあ昔からある説ではありますけどね。まあルフィがね、ナミの似顔絵を描くときに、なんか人魚チックなね、感じでバーって描くみたいなとかね。で、あれギャグに隠された実はナミが人魚であることの伏線なんじゃないかもあるし、白星とのつながりもか、初めて会った気がしないとかっていうところ。あれ、まあ古代兵器同士の共鳴みたいなパターンもあるし、あとは単純にやっぱりナミが魚人の血を引いてる、人魚の血を引いてたりするからこそ初めて会った気がしないというかね。先祖が一緒だから、なんか初めて会った気がしなく感じたみたいな。なんかそういうところとかもあるだろうし、十分あるんじゃないですか。ナミだけはね、まだ無限の可能性というかね、全可能性残ってると思いますよ。もうロマンスドーンとかワンピースが始まる前の読み切り作品でも、モンキー・D・ルフィとアンっていう女の子、このアンっていう女の子も外見はナミそっくりなんだよね。名前こそ違えど、小田先生のもう初期構想というかね、ワンピースのプロトタイプみたいな感じで言われてますけど、ロマンスドーンは初期から構想のあるキャラクターなんで、めちゃめちゃ大事なね、こういう元人魚姫とかさ、それこそなんか800年の時を超えてきた実は運命の方とかね、全然あり得ると思いますんで、ね、アンボニーよね。